어려우죠. とは、さまざまな小中学生の硬式野球団体がある中で唯一全世界的に組織を持つ少年硬式野球団体です。全世界に組織を持つことによりまして、世界的に交流の促進ということと技術交流も含めてさせていただいているのがポニーの最大の特色になります。チャンピオンズリーグはアメリカで生まれたものです。思いといたしましては、障害を持つ方もまた障害を持たない方も共に自分の居場所をしっかりと認識をして社会の重要な一部分として活躍しているということを理解をしてもらう活動ということで共生ということがテーマになっております。考え方は野球ゲームではないと、共に野球と触れ合うということになりますので、アウト、得点といったものは考えに入れません。ボールを打つ、走る、守る、この3点で共に楽しみ合うのがチャンピオンズリーグの最大の特徴です。最大は安全、体調、この2点ハンデを持ったお子さんたちに気を配らなければならないところだというふうに思っております。周辺の環境、使う道具すべてにおいて怪我が一切ないというような状況を作り出しているそこの部分でございます。まずチャンピオンズリーグ、野球と触れ合う機会を作る仲間を増やそうというふうに思っています。でその中から障害の投球に応じてさまざまな目標設定ができる、極めて健常者に近い方については本当の野球をやっていただく、重度の方については野球と触れ合いながら健康な体づくりをしていただくというような形で、目的ミッションに合わせたものでクラス分けができるような形で持っていこうかなというふうに思っています。ポニーには、アジア大会ワールドシリーズという国際的なイベントがあります。ぜひ日本でもチャンピオンズリーグのチームがアジア大会ワールドシリーズといった形でアジア各国またアメリカに遠征して世界の仲間たちとゲームを楽しもうではありませんか。一緒に頑張りましょう。